こんにちは、ノーセプション所属のサンドライトです。今回は自分のプレイ画面を細かく、解説しながら見ていきたいなと思います。チャンネル登録の方よろしくお願いします。さあ、行くぞ。で、このラウンドは、ラッシュじゃなかったので、自由に動いてます。で、これプッシュだったんですけど、まあ、警戒しながら様子見って感じですね。で、これウィンドウからワンピック狙えそうだったので、ワンピック取ったんですけど、もうこの時点で、多分、あと B いてワンで、まあ、こっち側にいる可能性が高いので、まあ、そっちを警戒しながら。一応バックサイも警戒しながら。で、チェンバーいたんで、あ、もうこれいないなと思って。で、この時点でもう人数有利なので、現状維持って感じですね。で、このラウンドは、まあ、B ラッシュだったんですけど、まあ、ちょっとミッド行こうかなって感じで。で、この時、味方にエルボーを警戒してもらって、あとはミッドラックって感じですね。もし味方が B 行ってる時って、この A を守ってる人たちって、CT から寄るか、まあ、T ベースから寄るか、DD から寄るかなんですけど、やっぱラッシュって聞くと、やっぱ DD 経由して、このミッドいるかをチェックしながら、B 中行ったりエルボー行ったりする方がやっぱ動きやすいので、まあ、DD 来ること多いんですよね。アングルがめんどくさいところで待って、まあ、一応 TP があるので、まあ、最悪。自分は武器持ってない状態なので、別に死んでも困らないので、チームとしては。なんでこういう動きしてます。残り2人でエルボー見えて、で次に A プッシュが見えたので、ここで敵の位置が確定しました。TBS 見えなかったので、真ん中引いたかなって思って。動いて、こんな感じですね。で、このラウンドは、まあ、3ラウンド目で武器が弱いので、まあ、適当に、どっかでワンピック取れたらいいなって感じで動いてます。めっちゃ圧力かけて、って感じですね。で、味方が、もう B プッシュしてるって感じの報告してたので、ああ、ミッドとか行った方がいいんですけど、まあ、味方がこのまま A に残り続けたので、まあ、A でワンピック取るかって感じで動いてます。まあ、気合でワンピック取ったんですけど、まあ、まだまだめっちゃ A いるって読みで動いてるんですけど、まあ、ぶっちゃけ、しょうがないです、これは。そっちかこの状態で寄っても、もう武器持ってないし、もう B 行っても、なんかもうラウンド取れる気がしなかったので、までこういう動きをしました。で、このラウンドもラッシュじゃなかったので、とりあえずオペでミッド覗こうかなって感じで、行ってます。で、ここで B2 倒して、もう一人、いたので、まあ、行って、でも、3人倒していないことが確定したので、もうナイフ振って、サイト入ってって感じですね。一応オペなので、もうサイト中で守っとけば勝てるって感じですね。で、こういう時別に裏見なくて大丈夫です。もう裏来たら来たで、CT 行けばいいだけなので。こんな感じです。次のラウンドもラッシュじゃなかったので、適当に動いてます。こういうエルボーなんですけど、正直、もう気合の打ち合いですね、ここは。やっぱエルボー上がりたいがために、まあ、クリアするしかないって場所なので。で、味方が A アクションしてるので、結構行きやすいですね、これは。で、この時点で、A 側3人見えたので、まあ、B いて1かなと思って、1v1 してます。で、右側にいるっていう読みで動いてるんですけど、まあ、結果的にいなくて。で、この時点で 3-on-3 なんですけど、こう、味方の位置がめちゃくちゃ離れてて、で、B もいないので、まあ、少しでも、寄りやすい環境を作るために、無理やりピークしてます。
CT1 確定して、で、自分の位置もバレたんですけど、もうカーテンも A に使ってて、で、B 結構キツキツなので、もう一回、顔出したりして、圧力かけようかなって感じです。で、結構なんかいけそうだったので、どんどん前行って、旅して、ワンピック取って、みたいな。相手のペースを崩す感じのことをしてます。で、これ CT2 確定したので、あとはもう、抑えるって感じですね。あとはセーブって感じですね。で、このチェンバーは、この今回、エルボーを見るって感じで、動いてるんですけど、で、裏にアランボット置いてて、正面打ち合ってる時に、裏のアランボットが反応して、裏があるって状態なんですけど、正直打ち合ってる時って、結構ここ、報告するのが難しかったり、気づかないって時もあるんですよね、これ。でも一応反応してるってことは、やっぱ味方が、それを、マップを見て、あ、裏来てるっていう、考える必要があって、なのでもしこれで、うわ、裏来てるって感じで、なっても、ぶっちゃけ、このチェンバーが悪いってことにはならないので、まあ、そこは、気にしなくて大丈夫です。ここまあ裏行かないで前行った理由はビーナが取るのが遅くてミッドレーナがいたのでもう無理やり倒すって感じですね、まあ、これはどっちでもいいです。引いても前行ってもただなんか裏引くより前行った方がいいかなって感じで前行きました。今回はここはウルトでビークって感じですね。で今回オペだったのでこんな感じでウィンドウで立ち回ってます。で、エルボーケアしながらって感じです。のラインを下げた感じですね。で、ここでまあ、ぼーっとしてて外すんですけど、で、エルボー抜けがあったので、裏注意って一言入れて、確認したっぽくていないってことが分かったので、見えなかった時に、まあ、エルボー怖いんですけど、もう正面がやっぱキツキツなんですよね、この状況。なので、もうエルボーを見ることは捨てて、正面、カバーいってます。これでまあ、エルボー来たら来たで、自分が死ぬだけなので、多分。で、死んだことによって、あ、裏ワンってことが分かって、味方が対応してくれるので、でこういう時は、巻いて戦った方が絶対いいです。まあ、それこそオペレーターなので。こんな感じで、最初は前目で、めっちゃバックアップして、で、キツキツになったら TP する。そしてあとはオープン設置なので、ウィンドウからって感じですね。これは自分としても、完璧な動きだと思ってます。で、このラウンドはラッシュっぽく見えて、まあ、あの、イニシエーターがミッド行ってたので、まあ、とりあえずって感じの動きだと思います、これ。で、まあ、アグレッシブに、ホール行くって感じですね。こんな感じで圧力かけてます。これは無理して圧力かける必要はないです。であとこれで引けばいいんですけど、まあ生きってめっちゃ顔出して最終的にやらかすって感じですね。これは良くない動きです。でこのラウンドは、味方が、まあ、B ラッシュっていうか B 行くって感じですね。ただ、敵、バイパーウルトとかがあって、止まる可能性があるので、それを考えて、ホール行きました。マイランドラッシュしても、止められちゃう可能性があるので、B 行って、きつそうだったら A 行けるっていう感じの、ポジション取りをしてます。で、この場合は、アクションかけず、スローできます。で、これ、この時点で B きつきつで、で、B3 人。で、この、やっぱりこう一人で動くとこの A 中の足音とかが聞こえて敵がどこにいるとかどこに寄ったとかっていうのがわかるので、大体で B3 人で A 中のやつが DD とかそこら辺いたので、ボールいるってよりかはまあネストに何かがいてアランボットが置いてあるそう立てて行ってます。アランボットがなくてこのままどんどん行くんですけど、4対5の時に、まあ、このまま A 中クリアしに行っても結構その方が難しいので、あえて B に行ってます。これ、これで、エリアをめっちゃ広げて、で A 中にいるやつはこの他の人が倒すって感じなんですけど、この2人が動いてないって感じですね。
まあ、これは気合ですね、うん、でもこれで自分が死んでもここに2いるっていう情報があるので、この KO とフェイドがエルボーを挟めるっていうか B 中とかは考えないで打ち合えるので、結果的にはいい動きだと思います。あとこれはもう生きって死にました。これは良くないですね。甘えです。でこれオペだったんで、まあエラッシュのついでにフォローこうかなって感じで言ったんですけど、これやらかしですね。ナイフ持っちゃダメです、ここ。でこれコミュニケーションエラーで、この自分オペで、まあちょっと前目行きたかったから、バイバーの人にエルボー見てほしいって言ったんですけど、ちょっとスパイク持ってて、ちょっと動きが噛み合わなかったって感じですね。これ撃つがなくてもいけると思う。右右右。これはちょっとコミュニケーションエラーなので、動きっていうよりかは、まあしょうがないやつですね。で、このラウンド、最終ラウンドで、まあ自分ちょっと武器が弱くて、で、KO がオペレーター持っててって感じですね。でもここで A ホールがやられてしまったので、現状キツキツで、まあ、自分がどうにかしないと始まらないって場面だったので、気合でいってます。まあ、チェンバーは結構気合が大事です。で、ここでなんで A に行ったかっていう解説を終わってからしますね。でこんな感じですね。で解説なんですけど、この状態でまあ一応 A フェイクだとは思うんですけど、こんな感じでウルトを入れました。で、たまたまワンキル取れました。で武器を拾いに行くわけなんですけど、味方のポジション的に B にいる人たちが B に行くっていうよりかは今から A 行くって感じの動きをしてたので、 B 行ってもポジションバレてるし、 B 中いて1で自分のポジションがバレてて、で仮にネスト上がったとしても見られるんですよね。ここでワンキル取ってるから。敵からしたら、ここら辺が怖いって感じで。でもここであえて DD 行く理由は、このミッドのフェードがミッドから来たんですよね。こう、下から。ミッドをクリアしてた状態だったんで、これをもう最速で DD まで走っちゃえば、A の人からしたら予想外なんですよね。え、DD いるんだけどってなるんで。で結構これは、まあ、瞬時の判断なんですけど、結構これはまあ、どっちでもいいんですけど、こんな感じですね。で次守りですね。守りはとりあえずエルボー行こうかなって感じで行ってます。ただバレたので、適当に動いてます。ただこの時バレても別に死ぬわけじゃないので、ギリギリまで耐えちゃって大丈夫です。この TP がある限り。敵からしたらもうこうミッド上がる時にエルボーがいて、もうなんか詰めづらくなるんですよね、この状態で。チェンバーはシリフ持ってるので、敵からしたら戦いたくない状態で、ジェットが裏取れてるので、愛に詰めず待ってるって感じです。で、そのタイミングで、詰めました。ただ、クソエムしましたね。まあ、一応ラウンド取られて、まあ、エコなんですけど、まあ、エコはもう自由に動いてます。で、この時、いなさそうだったので、もうどんどん詰めてます。これ、いたとしても、まあ、そいつに勝てばめっちゃ有利になるし、負けたらドンマイです。なので別に死んでも大丈夫です。ただ詰めるならめちゃくちゃ早く詰めた方がいいです。で、これはフェードのスキルをもらってエルボー詰めるって感じです。いるの分かってても、フェードがこのようにスキルを助けてくれるので、その間にワンキル取れたらいいなって思ったんですけど、本当にクソエムしました。で、このラウンドエコラウンドで、まあやっぱ、エコの時ってラッシュが多いので、こう A スタックしようかなって感じで A 来てます。ただその分、スタックがバレると展開されやすいので、それだけ注意ですね。ムクタキる時、あ、ナイス、大丈夫だ。頑張ってカバーする。俺も見てる。あ、B わかんない。チェンバーをされとける。味方に武器もらって、まあ、無理やりワンキル取って、でここですね。これは本当は顔出しちゃダメです。これはもう自分のやらかしです。半分甘えましたね。これもう一回、
エルボプッシュでスキルもらってますね。まさきくらいだ。テレポート可能だ。いるいる。いや、これ、まあ、雑に飛び出したっていうのが悪いんですけど、その足音ズダズダで。ただ、やっぱ、味方が同時に詰めてるので、このトレードっていう感じで取れてるのは、いいことなので、別に悪い動きではなかったです。で、次はエコラウンドですね。遊びたいのか、相手になる。で、この場面なんですけど、最初の1秒2秒で足音聞きます。足音が全然しなかったので、まあこれ B、いて詰め待ちだなっていう読みで、いつもは詰めるんですけど、一応チェンバーウルト、まあ、ウィンドウいるかもしれないっていう感じで、一回このウィンドウピークを挟みましたね。で、これでもしいなかったらそのままどんどん詰める予定でした。で、ここでウルトを使うんですけど、やっぱりここまで取れてて、ウルトを使えばワンチャン勝てるかなと思って、この味方のウルト量と5対4っていう状況、味方結構アサルトとか持ってる人もいたので、で、ここなんですけど、一応やっぱ射線管理も大事なので、まず左とちゃんと1対1で打ち合って、今度右と打ち合いたい時にジャンプして、こう左の射線を通らないようにして、もうここ置くって感じですね。結構気合いなんですけど、こんな感じで。この時点でウィンドウと TBS 確定してますね。ウィンドウのやつ倒して、で、この時点で、CT、ジェットっていうのが分かって、で、バイパーが最終 TBS いたので、そのバイパーを殺そうかなと思って、早めにミッド上がって、ここ置いちゃいます。この時点でいきなりミッド来ることは絶対ないです。A 行こうとして、やっぱやめるってことが多いと思います。で、この時点で全然来ないので、時間的に。一応ミッド警戒って感じで覗いたって感じです。一応今の当たってます。で、このラウンドはまあラッシュ警戒、敵のフェードウルトあるしみたいな感じで、ただ音がなくて前かなって感じです。で、 A3 っていう報告があって、でホールにもジェットが見えたので、ウルトが入って、うわこれもう鋭角だなと思ったんですけど、これ自分のやらかしですね。で、この時点で A めっちゃいるのに全然 A 中入ってこないっていうか止めれてるんですよね。で、やっぱ一応見えた数が4人で5人いるって確定してない場面で、ミッドが一応あるんですよね、この場面。それをもうガン無視で、今のは自分が悪いです。自分の警戒不足です。で、このラウンドエコーって感じでまた1秒くらい見ようかなって感じで。で、いないから、は、いて詰め待ちかなって感じで。行って、負けちゃいます。これもうちょっと丁寧に行ったらワンチャン勝ってたかもしれないです。でも勝てば、めちゃくちゃ有利になるんですよ、これだけで。で、まあ、ドンマイですね、こういうの。このラウンドなんか、レーナが毎回エルボー来るっていう報告があって、まあ、倒しに行くかって感じで、アグレッシブに動いてます。全然ミッドここら辺で足音してたのに、ここまで来てたんですよね、敵が。味方がネストにもいて、エルボーにもいるのに、ここにいるっていうのは、まあ、これは予想外で終わりです。で、次のラウンドは、エコラウンド、みんなでミッド当たろうって感じの動きです。ただこの時点でエルボー行った理由は、その、ミッド走った時に、もう B ラッシュの足音がした。いう感じの理由ですね。まあこれ普通に気合で負けましたね。で、このラウンドは、アランボットが1個しかなかったので、とりあえずホールに置いときました。で、なんかもう A 来そうだったので、A 読みで A 来てます。なんか来てるわ。あ、大丈夫だ。ホール、で、ここ味方がチェックした打ち合いをしたので、綺麗にカバーすることができました。
来た。でこの時一応ポジションバレしてたので、こんな感じで銃声を出すことによってこの A メインのやつを揺さぶるって感じでやりました。でこの場面本当は人数有利で TP もしていいんですけど、ポジション的にこのエリアがめっちゃ取れてる。これもし TP しちゃうとこんな感じでエリアが狭くなっちゃうので、一応 TP してもいいんですけど、まあいる選択肢を取りました。でさすがに限界だったので一応 TP しましたね。ジリで、あとここら辺は気合で打ち合ってます。こんな感じです。こんな感じで、自分のプレイなんですけど解説の方できたんじゃないかなって思います。また何かわからないこととかあれば気軽にコメント欄だったり、Twitter の DM までお願いします。最後にチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴の方ありがとうございました。